KK ボックスをお聞きの皆さん、こんにちは。キャリーパメパメです。10月27日に3年ぶりとなるフルアルバムキャンディーレーサーが配信開始となりました。いや、もう3年ぶりということで早くてびっくりしているんですが、今回のアルバムは遊び心がとても詰まっているアルバムになってます。レコーディング方法とかも今までなかったんですけど、1日2曲撮ってみたりだとか、すごくこうリラックスした気持ちでレコーディングしていきました。でちょっとこう平成初期の懐かしさが感じる楽曲だったりとか、80年代90年代のリバイバルみたいな楽曲も入っていたりだとか、新しい挑戦をたくさんしています。なので、まあ私より上の世代の方は懐かしいと感じ、今の10代の子たちはうわ新しいなって、そんなこう時が巡っているアルバムになっているかなと思います。でこのアルバムを引っ提げてですね、来年の1月から全国ツアーもやったりするので、そちらの方もこのアルバムを聴いて来てもらえると嬉しいです。ぜひ楽曲をライブラリーやコレクションに追加して、たくさん KK ボックスで聴いてください。以上、キャリーパミパミでした。 Let's Music!